はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はオートミールと月収300万円の話をさせていただきたいと思います。見てください。これお世辞にも美味しそうとは言えないでしょ。これオートミールです。オーツ麦 100%、 豊富な食物繊維、炭水化物ですけど、タンパク質も比較的多く入ってるし、鉄分やビタミン B1 も結構多い。オートミール 30g を水 100cc と、あとは牛乳 100cc 入れて、あとは芋入ってます。見て、戦争中の配給みたいなご飯でしょ。でもこれが自分のご飯なんですよ。この食物繊維、特に芋の食物繊維っていうのは本当に便通を良くするし、まあお腹をきれいにしてくれるし、あとこのオートミールっていうのも食物繊維がたっぷりで非常にいいんですね。何言いたいかっていうと、例えばボディービルダーじゃないけど、自分は体鍛えていて、じゃあ体鍛えるために食生活のコントロールをする。で、食生活のコントロールをしてる結果がこれなんですよ。もう皆さん多分大戸屋の美味しいなんとか定食とか食べてるんじゃないですか。もしくはコンビニの弁当の美味しいやつ食べてるじゃないですか。自分もああいうの大好きだけど、あれをばっか食べてたら体は鍛えられないんですよ。栄養が足りないから。だからこういうものを食べるんですね。食べ続けるんですよ、こういうの毎日毎日。あとは鶏のささみとか胸肉とか食べ続ける。で、トレーニングもし続ける。そうすれば少しは腕が太くなって、胸板がついて、かっこいいなって女の子から言ってもらえるかなみたいな体に徐々になっていく。少なくともこれを2ヶ月3ヶ月続けると、ようやく変化がちょっと出てきて、1年続けるともうちょっと出てきて、2年続けるともうちょっと出てきて、これを繰り返していくんですよ。あるボディービルダーが言ってたんですが、 Eat like a dog って言ってました。犬のように食えと。これって何かの誇張表現でも何でもなくて、もその通りなんですよ。犬って毎日ドッグフードばっか食べてますよね。ドッグフードと水ばっか食べてますよね。で、健康に育ってるじゃないですか。それをじゃあ10日、1週間、1ヶ月、2ヶ月続けられますかっていうと、ほとんどの人が続けられない。だからほとんどの人が到達できないんですよ。体鍛えるの一つ取ったって。それと同じように、例えば自分が月収100万円を超えました。超えた時期がありました。あ、いいですね。自分もそうなりたいですって言う方います。物販でね。で、その後、月収300万円を超えたるぞって言って超えた時期がありました。え、月収300万円すごいじゃないですかって、結果だけ見たら、そりゃみんな憧れて、で、そうなりたいですねって言うけども、蓋開けてみると、月収300万円超えるために、昼も夜もなく動き続けて、で、確実に白髪が増えたし、確実に体調は崩したし、確実に体の免疫力はなくなったし、その結果を得るために、いろんなものを対価や代価として支払ってるわけですよね。で、その結果そうなっただけですよ、と。要するに手品と同じなんですよ。手品一瞬でパッってやると、うわ、すごい、その手品覚えたいってみんな思うじゃないですか。いやいや、でもその手品をパッとやるために、1年も2年も3年もかけていろんな準備をしてるし、自分が売っていて何十万円も売っている商品、何売ってんですか？教えてくださいっていう人結構多いです。教えたとしても、その人は自分と全く同じ売り上げを上げることは絶対できないんですよ。それは、その一朝一夕で商品だけを知って同じように出したところって、それをどうやってこうやってああやってそうやって育てていくっていう過程っていうのを無視しちゃってるので、同じ結果は得られないんですね。魔法の薬を求めすぎてるような気がします。筋トレ一つとっても、物販一つとっても。だからそこは地味に地道に自分で進んでいかないと、その結果だけ見てどうこうじゃなくて、その結果に至るまでの地道な作業がどんだけ大切かっていうことを腹に落とせないと、商売っていうのは全くできないし、筋トレ一つ取ったって、食生活一つ取ったって、この一朝一夕で飲めば痩せるサプリなんて、あんなもんないですから、
ちゃんとカロリーを考えて、基礎代謝を考えて、食事の PFC バランスを考えて、ちゃんと食事していかなきゃいけないっていうことを言いたくて、今回オートミールと月収300万円の話っていうことでさせていただきました。いただきます。うん、美味しくない。皆さんもこのドロドロ毎日何回も食べられますかっていう話、それを何ヶ月も続けられますかっていう話、それと全く同じで、物販もこんな、なんて言うんでしょう、見た目の綺麗な結果だとか実績がすごいだとか、そっちに着目してばかりだけど、すごい実績を出す、300万円自分が月収で出しました、そのためにどんだけのものをまあ犠牲にしてるかっていうことですよね。でも犠牲にしてもそれ以上の価値があると思うからやってるわけです。300万円皆さん欲しいですよね。だったらもっともっとああだこうだ言わずに商品リサーチして、何度も手すまして、まず自分で考えて仮説を立てて、わかんないならわかんないなりに自分で考える癖をつけてください。例えば何をすればいいのか、どう進んでいいのかっていうのも、わかんないなりに自分でまず仮説を立てるっていう練習をしないと、月収100万円だとか300万円だとかには慣れる下地ができないです。用事の上に家建ててるような話になっちゃうんで、そんな家は建たないです。砂上の楼閣になっちゃいますから、土台をしっかりする。土台はマインドです。土台は自分でまず考えてみるってこと、ってことで、失敗を恐れず行動的に進めるってことで、ひたすら地道な作業を繰り返しやるってこと、しんどさも含めて楽しむってことで、本当に自分自身の今までの生き方、考え方っていうのをキープしたまま新しい境地にたどり着くのっていうのは無理ですから、抜本的に自分を変えていかなきゃいけないですよね。いくつか犠牲にするものっていうのも絶対出てくるし、少しでも今回の話ご参考になれば幸いです。もしよろしければ、こんな動画ですが、高評価チャンネル登録いただければなと思います。最後までご清聴ブーンブンブンブン、ありがとうございました。失礼いたします。